エゴイストジャム。エゴイストジャム、タイチマンズこと清水太一です。2018年2月25日日曜日、大阪府堺市にありますライブハウスチックタックにて共同でイベントを行わせていただきました。エゴイストジャムチックタックプレゼンツエゴイストジャムライブ、おもろなかったら返金します。チックタックから3組、そしてエゴイストジャムから3組ブッキングをいたしまして、計6組イベントを行う予定だったんですが、当日1組キャンセルが出ました。楽しみにされていた方、大変申し訳ございませんでした。ですが5組でも十分楽しんでいただくことができたんじゃないでしょうか。ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。これから皆さんには5組のアーティストの意気込み、そしてライブ映像をご覧いただきます。5組目、鳥を飾ってくれるのは地球儀。エゴイストジャムでは2回目の出演になります。僕が一番長く見ているバンドになりますが、懐かしいフライヤーが出てきました。はい、こちら2011年12月16日にイベントを行いました。当時の出演がリング、サル、クラフトリズムテンプル、地球儀、カナブーン、そしてスタルチラ、この6組でイベントを行いました。今回はどんなステージを見せてくれるんでしょうか。エゴイストジャムチクタックプレゼンツエゴイストジャムライブ、おもろなかったら返金します。鳥を飾ってくれるのは地球儀。カウントダウン TV をご覧の皆様、どうもこんばんは、地球儀です。違うよ。エゴイストジャムをご覧の皆様、どうもこんばんは、地球儀です。今日は、清水さん企画のエゴイストジャムライブの、新生1回目の鳥を飾らせてもらうことになりました。これから僕らステージなんですけど、バチンといいライブしたいと思ってます。登録はこちらから、チャンネル登録ありがとうございました。ありがとうございます。演出を、
ストジャム。5組目は地球儀でした。意気込みとライブいかがだったでしょうか。常に進化している地球儀、今後の活動からも目が離せません。今後の活動予定は地球儀のツイッターをご確認ください。エゴイストジャム、チックタックプレゼンツ、エゴイストジャムライブ、おもろなかったら返金します。5組目、トリを飾ってくれたのは地球儀でした。